たが、僕は入団会見の時に皆さんがエスパルスを応援していることを誇れるクラブに今年1年でできるように頑張りますと言いました。最後までこのような、残留争いに巻き込まれ、皆さんがそのような気持ちで1年間過ごせなかったこと、それは本当に申し訳なく思います。申し訳ありませんでした。謝るのはこれぐらいにして、少し未来の話をしようと思います。皆さんが今日スタジアムで感じたこと、浦和戦をダゾンで見てて感じたこと、広島戦で感じたこと、札幌戦で感じたこと、それが、僕たちがこれから進む道だと思っています。終盤は怪我人も多く、監督、クラブ、みんなが本当に使いたい選手はもしかしたらみんな使えなかったかもしれません。ただ普段から本当に練習を努力している選手たち、その選手たちの監督が選んだベストのメンバーで、サッカーの本質的な部分、そこに本当にこだわって今日こうやってみんなで残留を決めることができました。確かに華麗なプレー、それはサッカーのとても素晴らしい部分だと思います。ただ絶対に最後まで諦めない姿勢、1対1で負けない強さ、一人一人が仲間のために走ること、試合に出てる選手ではなくベンチの選手、スタンドの選手までみんなが声を出してチームのためにやる姿勢、そこを僕はもっとエスパルスは評価してほしいクラブだと思っています。2つ皆さんにお願いがあります。まず1つ目、来シーズンそういう一つ一つのプレー、そういう選手たちにもっとフォーカスして、もっと大きな声援をかけてあげてください。そしてもう1つ、これは今皆さんにやってほしいことです。ここで特定の選手の名前を挙げるのはあまり良くないかもしれないと思うんですが、今年1年間同じゴールキーパーで1試合も出れなくても、毎日クラブハウスに一番早く来て準備していた大久保選手、僕は彼が本当に毎日熱い姿勢で練習をしていたおかげで、自分の体がしんどくても彼の顔を見てると絶対にもっと頑張らなきゃって思わせてもらいました。僕だったり得点をたくさん取ったチアゴ・サンタナ選手、今日ゴールした西澤選手、そういう選手たちはたくさん普段から拍手をもらっています。試合には出ていませんが、そういう選手、特に大久保選手だったりエリック選手も今年出場機会はありませんでした。でもエリック選手もグラウンドで本当に戦ってました。今日最後に出てきた達田選手、宮本選手、悔しい思いでずっとメンバー外のトレーニングを必死にやっていました。それが最後ピッチでしっかり出ていました。そういう本当に僕ら表面に出ている選手だけではない、普段の見本のトレーニングで頑張っている選手たち、そういう選手たちがここにはたくさんいます。その選手たちに今年一番の拍手を送ってあげてください。今日こうやってシーズンを終えられたのは、僕が今ユニフォームに着ている鈴代さんはじめたくさんのスポンサーの方々の支えがあって無事シーズンが終えられたと思っています。
本当に1年ありがとうございました。そしてこの愛したに集まってくれた方、結果が出なくてもたくさんのサポーターの方がいつもスタジアムに駆けつけてくれて、僕ら選手は本当に心強かったです。1年間本当にありがとうございました。